まずこれはデモクラ TV と言います、はいはい、それで今日はせっかく緊急来日してくださった清田明宏さんに、はいはい、ずっと石崎さんから、あ、まあ、2人で番組をやっているということもあって、はい、あ、2週間に1回のレディオ火消しライブっていう、はいはい、あのチャラい名前のジャズかけたりしてる、いえいえ、まあ、トランペッターだから、はい、あのそれでずっとそのガザの私も支援を止めて、今月でもし止まったらガザに対しては死刑宣告になるなって言って、困るなって言って、ずっとなんかこう情緒不安定いや本当ですね、あの それはもう困りますとね、清田さんが来日されるっていうので、今日はもう無理やり来て、カメラマンの薄井さんだったり渡辺さんだったりするんですけれども、それであのこの現状というか、もう一度そう清田さん の、うん、あのまあ、真顔というか、あの間近でのお話として、うん、あ、はい、あの来月のお給料が払えるか払えないかっていうのはすごく大事だし、そのあのウンルワ、うん、アンルワって言ってらっしゃる方もいたし、あのガンビシャンアンルワって言いますけど、まあ、あの現地ではウヌルワっていうのはアラビア語で、まあ、みんなウンルワですね、まあ、ウとアの間ぐらいですけど、はい、どっちも大丈夫です。ウンルワもアンルワも、はい、そうですか、はい、あの5本出してらっしゃって、はい、それを読んでから来たかったんですけど、あまりにもちょっと時間がなくて読めあの、収益者、そうですね、収益者新書、収益者新書で5本が出てらっしゃる、はいはいはい、でそちらもぜひ読んでいただきたいですけれども、はいはい、その来月末のお給料のことをちょっと、まあ、本当にそうですかというのも失礼な話なんですけれども、はいはいはい、あのお聞かせ願えますでしょうか。はい、あの本当に深刻な問題で、もしこの今あの支援が止まっている国が再開していただければいかなければ、来月の給料が出ないというのが今の流れですね。ですからそうするとサービスが止まってしまっていて、唯一あのうちの支援で何とか生き延びていらっしゃるガザの人たちにとっても支援が止まってしまいますし、他の国連機関の支援も止まってしまいますので、はい、あの現場でのデリバリーができなくなりますので、はい、そうするとやはりガザにとっては今回の支援の停止は死刑宣告に等しい状態だと思います。具体的に支援というのは、その物資をお届けに行ったりっていうことなんでしょうか。人数としてそのウンルワの方たちが今おっしゃっていたサービス、支援サービスっておっしゃってましたけど、はいはい、何人ぐらいの方たちがやっていただいてるんですか今。現時点で3000人か4000人の方が働いています。でそれはですね、あの100ぐらいある避難所の管理とかですね、はい、そこのサービス提供、それからあの我々のクリニックでのサービス提供、そしてあの食料の配布やの提供とかですね、非常に大きな組織で、あのガザに入ってくる食料いろんな支援のプラットフォームになっていて、うちを使っていろんなところが支援をしているということですね。だから例えばあの子どもさんの予防接種が去年の止まったんですけれども、戦争の後にそれもユニセフが今入れてくれて、それも宇宙を通して入れてくれて、我々のところで予防接種をやってるっていうところ感じですね。ですから本当にガザのライフラインはウンルワですね、はい、あの取って代わるものがないし、そういうのも構築できなかったし、でまるでこう兵糧攻めのように、あ、そうですね、石崎さんのさっきの発言で、もうガザに対してだけおかしいと、アメリカはいろんなことがあっても支援は別に報復だからって止めてこなかったのに、なんでこれは止めるんだって、さっき石崎さんあのマイクここなんですよ、でおっしゃってましたけど、あのそれもう一度言っていただけますか。はい、あのイスラエル、まあ、イスラエル問題という、まあ、シオニスト問題って言った方がいいと思いますけれども、あのこの問題だけ世界の対応は異常です。たったあの疑惑だけで、だけどあのこれ繰り返しますけれども、ウルワはあの普通あの慣例以上のことをやって今もやってるわけですよね、真相究明のためにね、普通サスペンションですよ、でも解雇でも後で疑惑が取れたら雇ってあげるっていうね、それはもう本当に例外中の例外で、本当に 250% 300% ウヌバはちゃんとやってます対応の仕方としては。でも疑惑なんです、これは。まだあのさっきの疑惑の話、説明を私も聞いて、あ、すごく分かりやすいなって思ったんですけど、その地下に掘ってあるトンネルって言っても、
あのかなり深い18メートルとおっしゃいましたっけ、うんはいはい、だから音は聞こえないし、うん、盗聴してるとかでもないし、うんうん、で下にコンピューターがいっぱいあってっていう報道があったけど、うん、宇野自身の電力消費量はさほど増えているわけではないと、うんうんはい、だからそのウヌアのお金でそのサーバー室が運営されてたっていうわけでもないし、うんうんでまあ、電力消費が大きいから、はいはい、サーバーとかは、うん、だからそうじゃな ないしでそれはまだ調べてないけれどこれからいくらだって調べるし特にああと思ったのはその GPS をつけているから、うんはいはい、職員の人たちがどこにいるかは、うんうん、イスラエルの人は分かって、うんいるって言っていたから、はいはい、もうだったらそんなその奇襲攻撃の時点で分かってんじゃないの、うん、って思ったんですけれどもいかがでしょうか、うん、そうですね我々も国連の普通の国連がやってることは全部やっていてそれ以上のことをやっていて、職員の安全を守るためにそういうきちんと移動もきちんと報告していきながらやっていますので、はい、本来でしたら我々のサービスが止まることはないはずなんですけどそれが止まっているのは非常に残念ですね、はい、で物質がなかなか入らない現状があるのでその中でも、はい、我々が一生懸命物を入れているのでですね、それはぜひ継続してできるようにしていただきたいと思ってますね。そうですね、はい、だから今回そのアメリカがおかしい止めること自体がおかしいでもアメリカが止めたのは100歩譲って、まあ、イスラエルとアメリカの特別な関係だから よしとしてもなんで日本がそれにくっついて止めるんだよって、うんうんうん、たとえ10分の1とはいえ、うんうんうん40億って私伺ってるんですけど、うんはい、合ってますか35ミリオンダラースですねだから日本にすると50何億円だと思いますけどあ、はい、そうですか、はいはい、でも日本がどういう政治判断に止めたかは私は述べる立場ではないんですけれども今のガザの現状にするととにかく支援を継続させていただいてガザの人の命を守るだけ守って、うん、将来にわたってつながるようにしていきたい、うん、行くのが一番大事ですのでぜひそこは考えていただければと思います。そうですよね、はい、人道支援なんだから、うんそうですね、人道支援を止めて兵糧攻めに うん、しちゃダメでしょってそれこそ虐殺に手を貸してるのと同じになっちゃうよって、いうことなんじゃないかと思うんですけど合ってますか。そうですね我々はそのガザの人の命を守るために支援を続けていて、はい、でその中で今回の疑惑等もありますけれども、はい、それはそれできちんと対処しながら今後も支援を続けていくということを言ってます。でガザの状況はものすごく悪いので支援が1日止まることでまた大きな人が亡くなるしですね本当に止まってしまうともう救いようがないのでですねぜひ支援の再開をお願いしたいと思ってます。伊勢崎さんからも支援の再開お願いしますと、はい、お願いします。とにかくいろんなことを同時にやらなければいけません。やはりこのウヌアの資金提供の問題も含めて一番大切なのは戦闘が止まることです。それがなぜ、ね、日本平和憲法を持っている我々が言えないのか本当に悔しいです。本当に資金停止は逆コースだよっていうことですよね。一刻も早い資金停止の解除を訴えていきたい、はい、そうですね。ぜひ人道支援を継続させていただけるようにお願いしたいですね、はいはい、今日はお忙しい。いや、とんでもありません。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いつかこれはこれでいいですけど